はいどうも、カンパニ長です。じゃあ今度はね、令和新選組さんですかね。もうここもさ、毎回思うんすけど、単純にね、なんでこの新選組を語ってるんですかね、この人たちは。普通に新選組をなんかこう冒涜してることになりませんね。まあそう思うのは僕だけかな。まあ個人的な感想なんでね。でまあそれはいいんですけども、あんま良くはないんですけど、まあ、この大石議員っていらっしゃるじゃないですか。うん。大石議員が、またなんかこの高市大臣にね、食ってかかってって、ね、バッサリ切り捨てられた。この人なんかテレビで共演した時もそんなことでしたよね。もう噛みつきに行ったんだけど、この噛みつきもでき、噛みつくことすらできずになんかもう、あしらわれたっていうか、ね、まともになんかそういう政策でこの戦わせる、もうそれ言ったらこの大石さんに限らずですけどね。だからもうとにかくこの邪魔したい、あるいはなんかほら、ついでに目立ちたいみたいな。ね。まあ小物大物っていうなんかそういう分け方があんまりよろしくないのかもしれないけど、ね。まあ自民党だからっていうことではなくて、ね、高市大臣がまあ言うことやること、まあ、特になんかこの日本われ日本育ちの日本国民にとっては、あの反日売国税が目の敵にするっていう、そういう注目とは全然意味違いますよ、当たり前ですけど、うん、だまあ潰しに行く、ね、足引っ張ってなんかねえかなっていう、ああまあだから、まあ、かませ犬みたいな、とりあえず絡ませるだけ絡ませといてね、なんかこう失言失態やらかせば、ほら来たってこうなんかこううわーってやる。だからそういうこのなんか、なんていうのかな、隙を見せるじゃないけど、だそういうこの絡み方をこうしてってるわけですよね。だから鼻から正面からね、この政策内容でね、政治家としての政治活動としての内容で勝負なんて、もう鼻からこの反日売国税は考えてないじゃないですか。ね、とりあえずこの、あの肉体的精神的にこの消耗させつつ、ね、でこの隙あらばなんかこの失言失態を引き出して、ね、でそこをみんなでこのね、あの何だったらこの自民党の反日、ね、この売国議員なんかも、まあ、巻き込んでというか、そいつらこそがもう主導してる、うん、高市さんに関してはそうですよね。高市大臣を面白く思っていないやからは、となんせ自民党内部にこそね、うん、例えばまあ茂木幹事長だったり、ね、林外務大臣だったり、この間の話で言うと、ね、もう森山選対委員長だったり、あとはまあ二階さんとか、ね、反日売国税、自民党にこそね、もうそうそうたるメンバーが揃ってるわけじゃないですか。だからそいつらが主導して、むしろ逆にね、うん、こういうなんかこの令和の人間なんかを使って、うんね、寄ってたかってみたいな、まあ、そこまで連携は取れてねえのかな。僕はなんかね、全部ではないかもしれないですけども、まあグルになって寄ってたかってっていうのは絶対あると思うんですよね。うん。だからまあ、もうすり減らせて、うん、下手こかそうと、ね、足引っ張る、うん、なんかそういう材料を、うん、なんだ、普通にこのなんか議員活動させてたら、ね、そうそうなんか、うん、そういう失言とか失態って、やらなさそうじゃないですか、他の議員、ね、この売国税なんかに比べたらね、高市さんは。だからもうとにかくもう何でもいいから、ね、鼻からこの太刀打ち、できない、うん、まともに相手にもならないのは承知の上で、ね、うん、テレビでも国会でも、うん、あるいはもう何だったらもう SNS 上のこの場外乱闘でも何でもいいから、とにかく、ね、反日売国税がこの絡んで絡んで絡みに行って、ね、って、あわよくばっていうこの隙を伺ってる、うん、多分そういう状況だと思うんですよね、うん、で今回この大石さん何やったかっていうと、まあこれ映像があるんでね、まあよかったらなんか時間ある人は、ね、確認していただきたいんですけども、データ流出したら、あ、これちょっとはしょりますけど、高市大臣ね、データ流出したら議員辞めていただけますかって、だからもう完全に小西のパクリなんですよね、小西2号みたいな、小西2番戦時、うん、何やってんだろうなこいつらは本当に。ではもう当たり前ですけど、まともに相手にもされず、だもうバッサリとか一刀両断とか、それ以前の問題ですよね。なんかもうなんだろう、もう
肩透かしみたいな。てか高石さんは別にいつも通りなんで、何もこの避けもしてない。そもそも向こうからね、向かっては来たけど、向こうから勝手になんか変な方にすっ転んでっちゃって、ね、額から血流しながら訴えてやるみたいな、そういうか、だからもうトアル半島のあの国のやつらと一緒だよね。ことごとく日本国内のこの反日売国税ってみんなそうだよな。ね。だ最後までこの突っ張り通せねえんだったら、もう花から喧嘩なんか売ってくんじゃねえよ、このクソどもがっていう、そんなレベルだよね。うん。よりによって、ね、小西捏造の二番煎じ、モノマネパクリですよ。こんな全く相手にされなくて当たり前だよ。うん。だからもう時間の無駄だよね。だからもう所詮こんなね、ふざけたやからのさ、ね、ざれごとにも、いちいちこの、ね、質問っていう形を取って攻撃してくるから、質問っていう形を取ってる以上、ね、ガン無視するわけにもいかねえから、もうほんとかったるいだろうね。うん、そんなことするために、ね、この国会で議員やってんじゃねえんだよって、もう腹渡に家繰り返るどころじゃないと思うんですよ、本当だったら。でももうそれ、ね、ちょっとなんかそういうね、なんかこの個人的なその心情というか、ね、腹立たしい不愉快な気持ちをほんのちょっとでも喋ろうもんなら、それもほら攻撃材料に使われちゃうからさ、ね、もうさらっともう流すしかないよね。うん、まあまあ要は法改正と、ね、内容と関係ないっていうふうに、ん、まあ軽くね、このピシャもない、ね、なんかスルーかな。だからもう貫禄とかその器とかもそんな次元ですらない。ね、ほんとめんどくせえよな、こんなのにな。うん、そう、だからもうこれもそうですよね。もう小西捏造、ね、パクったからまあ言うわけじゃないんですけども、もうほんとこういうやからを、ね、なんで国会議員にしてるのかなっていう、そこですよ。うん、だからもう反日売国税が寄ってたかって攻撃してくるってことは、だからもうよっぽどね、都合が悪いってことだよね、反日税にとって。うん、もはやなんだろうな、まあ高橋さん本人は、ね、そんなことこれっぽっちも思ってないと思いますけど、もう勲章ですよね。こんだけ嫌がられる人もそうそういないじゃないですか。うん、まあもうお疲れ様でした。あ、まあまあ終わってはいないですけどね、お疲れ様ですとしか言いようがないですけどもね。うん、まあなんとかしてこういうね、ふざけたやからをこの一人でもね、うん、一匹ずつでもこの確実にこのなんかもう国会議員の座から引きずり下ろさないとダメだよね。うん、てかもう今日ずっとそんな話しかしてないですけど、だからいかにこういうね、うん、たわけもんばっかりかっていう、そういうことですよ。うん、ひどいっすよね、何考えてんだよとか、なんもだからもう私腹肥やすことと反日ね、うん、破壊活動しか考えてないからですよね。うん、うん、牛歩戦術とかもうかったるいことやってる、お前らこそがね、うん、とっととやめていただけませんかだよな。うん、こっちのセリフだよ。うん、ね、税金ね、金もね、関わる時間もね、存在丸ごとありえねえ、お前らこそありえねえから、お前らこそ秒でやめてもらいたいよ、ね、有権者、日本社会からしたら。うん、勘違い、鼻だし、もう気違いだらけだよな。うん、もう確実に掃除していくにはどうしたもんかね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。